崎チャンネル。はじょ。金曜日、総チェックのお時間でございます。はい。もうね、30試合前後、もう30試合切ったね、チームもありますけども、今後、どうなっていくのかね。最後の最後まで皆さん、一緒に走り抜けましょう。総チェック。ね。最後の最後まで皆さん頑張ってやりますんで、皆さんもついてきてください。さあということでね、金曜日、3連戦、まあセリーグはね2連戦だったんですけども、パリーグはね3連戦要チェックいきたいと思います。中日対広島ね、9月14日10対1中日、そして9月15日3対5で広島、1勝1敗ということでね、9月14日10対1で、ね、中日ね、広島先発森下6回110球8安打6三振3四球1デッドボール6失点と、ちょっとコントロールね、甘く真ん中入ったところを通過されちゃったからと、ちょっと疲れてるのかな、ちょっと全体的に甘いね、で体の開き早くてっていうところでね、こう制球のね持ち味っていうところもついてないし、多分ストレートが走ってないから、あの緩急っていうカーブもねちょっとうまくいってないのかなってね。逆に中日先発松はね、6回84球4安打3三振1四球1失点と、で対左へのツーシームグッドね、でそこのツーシームをしっかり投げていくから、カーブスライダーとアウトコースへの幅が広がるでね、対右に対してもあのツーシームでチェンジアップっていうね、この外側のいい形でね、逃げる球落ちる球っていうのを使いながら、インコースにカットボールストレートっていうのをねどんどん投げ込んでいく、このね左右ともにこのコースの幅をねしっかり使えたピッチング、グッドナイスピッチングね、そこがやっぱりね最少失点に抑えれたっていうところもありますね。で中日はね、もう打線もう10得点グッド強い、秋になると強い、なんで最初からできないの、また迷うじゃんね。まあ広島はね、あの全体的に攻撃見ましたけど、ほぼチャンスなしっていうことでね、もうこれは仕方ないっていうね。で15日3対5で広島ね、中日先発笠原ね、今季初先発っていうところで5回88球4安打2三振6四球ね1失点と、ちょっと球も高く、ちょっと制球不安定っていうのもあったけども、まあ初先発っていうところで今季ね初対戦、そこもあってちょっとね、こう腕がね、ちょっと腕が遅れて出てくるっていうところで、ちょっとタイミングをね、カーブ打線がね取りづらかったかな、合わせづらかったかなっていうところもあって、まあ1失点にね抑えたけども、じゃ甘い球と高い球結構あったんで、評価はね次回持ち越しです。はい。で広島沢村4回64球4安打2三振2四球3失点、ちょっとボールがちょっと抜け気味だね、チェンジアップにしても抜けて高く入ったりとか、ストレートに入っても対角線ちょっと抜け気味で指にかかってないっていうところで、ちょっと疲れてんのかな、下半身も含めて、その分開きが早くなったりちょっと腕が下がりすぎるのかなっていうところでね、ちょっと制球がねバラバラね、ちょっとボールが抜け気味っていうところが気になりましたね。で中日はね2回堂上のねレフトへツーランで、4回高橋レフト犠牲フライ、この3点でもういい展開ね、ほんで笠原はいい感じで投げてるし、おこれこのまま中日の連勝かっていうところでね、広島5回表ね、田村からワンアウトから代打田中康介レフト前ヒット、で野間フォアボール、で子供センターこれ、あこれで終わりかって思った瞬間に、松髄のインコースストレートをね、こううまく内から入れて詰まりながらもね、ライト前ヒットっていうね、ここでタイムリーで、7回表ピッチャーフックね、で代打上本フォアボール、これ痛い、ここが痛いね、で野間センター前、で子供さあのサードファールフライ、松髄初球のインコースストレート、結構いいところよ、インロー思いっきり閉じたったんで、今度振りね振り上げてレフトへスリーランホームラン、松髄にスパイラルブナイスバッターね、こっちの回転がうまく回ったスパイラルっていうね、ところでまあ松髄一人にやられたかなっていうところとね、まあ松髄がねいいところでね打った、でまあこのね5回も7回もそうだけども、結局ねこの5回も野間のフォアボールで、そして7回もねこの先頭上本のねフォアボール、これがね結局痛かったかなとね、で結果逆転でねカープの勝ちね、結果1勝1敗の五分っていう形でしたね。さあ続いて、巨人 DeNA で9月14日2対3で DeNA、 9月15日7対6で巨人、巨人が DeNA の連敗ストップということでね、1勝1敗の5分という形になりましたけども、14日ね2対3 DeNA、 まあ山口ロメロね、これ両先発非常にグッピッチね、巨人山口ね危険球退場してからね、ピッチャー田中豊樹出てきて、ワンアウト1塁から牧に初球ね、勝ち越しのツーランホームラン打てれるんだけども、これは仕方ないね、いきなり危険球で、しかもあんないいピッチングしててよ、いきなり危険球で退場していけって、それはなかなか難しい。まあでもね、その難しい中出てきて、牧もね、初球打ったのがグッド。素晴らしい。こうやって積極的に打ちに行くっていうね。これ牧もホームラン打って、18号かな、佐藤と新人王が確定したかと思いきや、ちょっと危なくなってきた。牧がありえる。
広島の栗林もあり得るね。これちょっとね難しいところになってきましたけども、まあ、ジャイアンツはねちょっとこれもう打てない、これはもうね厳しい、正直ね、この試合もね。で15日7対6でね巨人というところで、巨人とこね初回押し出し含む3四球でね3失点、こう立ち上がり悪すぎる3四球はね。で2回以降もねフォアボールなど制球苦しむも、まあ、4回ピンチの場面であの低めの制球しっかりできてるっていうところでね、まあ粘りの投球できたかなっていうね。で DeNA ね大抜き悪くなかったけども、坂本のね2本のホームランで沈むっていうところでね、まあ2本目6回裏あのライトあれはもうね仕方ない、あのこう思いっきり後ろ残してライトへ引っ張るみたいなね。で、あのセンターのね1本目のホームラン坂本こうやって下向いてたけどね入ったっていうね、ところもあるけども、あとね8回オースティンライトへホームラン、これやばいね。スライダーボールスライダーボールスライダーボールスリーボールになってからでね、まあ、スライダーカットボールでストライク取ってでね5球目にやっとストレート、しかもアウトローのいいところを投げたのにライトへホームラン打つ、グッズあれはね素晴らしいナイス、あれはもうね仕方ない、あれ打たれるとね。でもね8回ぐらいにね岡本にねホームラン打たれるんだけども、もう1回ね DeNA は9回表にね、柴田がねまあフィルダー勝利するとあれはもうちょっとホームリーだったね、1点取ってこれでもう完璧な流れねっていうところで9回裏ね先頭ハイネマねセンター前ヒットで若林アウトになってウィーラーフォアボール、このフォアボールが痛かったね三島ね。でなんとここでプロ初打席ね八尾板ね、大事なところでプロ初ヒットよね、センター前タイムリーで松原ライト前ヒットでワンアウト満塁になって坂本の同点タイムリーヒットから岡本のレフトへの犠牲フライ、これもねホームへ八尾板がねヘッドスライディングでいいスライディングしてね、非常に高層ともにねこの八尾板、まあ、ヒーローインタビュー立ってましたけどね素晴らしい活躍、こういったねニューヒーローが出てくると強いのよ。あとね気になったのが DeNA リリーフ山崎と、三島、ちょっとボールがね抜け気味かかってない、ちょっと外に押し出してる感じで全部抜け気味になってるから球速出てても球に力ないしバッター遅く見えてるから全部捉えられちゃうんだよね。だからシュート回転したらなぜダメかっていう動画皆さん見てください、そこにね真実書いてあるんでね、ていうか書いてあるじゃん言ってるんでね、そこを見てもらえばね分かると思うんですけど、ちょっと山崎とね三島のねこの指にかからないで外にボールがねこうやって押し出して出てるっていうところがね気になるね。まあでもそこをねもう完璧な試合の DeNA 展開だったところをね9回裏に3点取ってねサヨナラ勝ち、この勝ちはね非常に今日からのね新たな戦いに非常にいい方向に結ぶと思うんで、この巨人のね勝ちっていうのは非常に大きかったと思います。続いて、ヤクルト対阪神9月14日4対4引き分け、15日1対0でヤクルト、ヤクルトの1勝1分けで勝ち越しっていうところになりましたけども、9月14日ね4対4の引き分け、最終回にねマルテがホームラン打ってね、同点に追いつくっていうね3点差をね追いつくっていうところで、引き分けになりましたけども、この日ね、日刊スポーツの評論ね書かせていただきましてですね試合見てましたけども、ヤクルトにとってはねこの2回ね、元山がセンター前タイムリーヒット打っていい形で先制して、で4回裏に中丸雄平がねワンアウト一塁からレフトでねタイムリーツーベース、村上もねよくホームまで走ったっていうところでね、で6回、村上のね宇宙界のホームラン99号ね、あと1本で最年少100号ねなるかっていうところになってますけども、もういい展開、もうね先制中押しダメージともにね3点取っていい流れでね、来たっていうところで、もうこれ勝ったかなっていうところでしたけども、ここでね評論書かせてもらったのはそこじゃないんですよね。この2回裏のねこの本山がヒット打ったところっていうところでね評論させてもらったんですけども、この日はね神宮雨降ってて途中でねちょっと中断挟んで、ひょっとしたらまあそのね雨量によってはコールドっていうところもある中で、やっぱり前半のね1点は非常に大事になってくるね。で僕はまあパリーグ出身というところで、まあ、ピッチャーがね打席に立つ野球っていうのを交流戦しかやったことないんでほぼ経験ないっていうところでね結構疑問に思ってたことがあって、まあこれは賛否両論あるしねいろんな意見あると思いますけども、ピッチャーが8番に回ってきた時に1塁空いてると2、3塁だと敬遠するけども1、3塁だと敬遠しない、これがなぜなのかっていうところが正確な答えが出てこないでちょっとねまだね納得できてないっていうところはあるんですけども、この2回のね裏も、村上レフト前でオスナがねダブルプレーツーアウトになって中村雄平フォアボールでサンタナがねライトへヒット打って1、3塁で元山に回ってきましたね。で次のバッタースワレス打率がね0割6分とかぐらい、もうほぼ打たない
バッターで、でここで元山の勝負して先制タイムリーを打たれちゃうんだけども、でもねその後の時に4回ねこの1点取られた後、ワンアウト、あ、ツーアウト二塁で元山に回ってきた時は敬遠で、その後スワレスが三振で、ピッチャー青柳そこまで制球乱れないね、でワールドピッチの危険性はほぼない、それだったらランナー一塁でも敬遠した方がいいんじゃないのっていうのが里崎の意見で、ここで、いろんな意見あって8番で抑えた方が次の回9番から始まるから、いいじゃんっていう人いるんだけど、でもそれだったらこの4回の時もランナー一塁がね相手でも別に8番と勝負してアウトにして次の日9番から始まるんだったら一緒じゃんっていうところで、ちょっとねあのそこに何かの整合性が取れないっていうところと、あの押し出しの危険性ある、これはわかる、押し出しの危険性あるっていうところで、まあこの名前出し悪いけど仮にピッチャーが藤浪だったらそれは言わない、あの押し出しの危険性があるんでね、でも青柳がそこまで押し出しの危険性、ないと思うんだよね、でしかあとランナー二塁に行ったら2点入ってしまうかもしれない、2点入ってしまうってピッチャーにそんな2点入ってしまうぐらいの長打打たれますかっていうね、ピッチャー打席に立ったら外野がガーって前出てくるんで間を抜けるか頭を越えない限り多分セカンドランナー帰ってこれないと思うんだよね、でそう考えるとなんかよくまだ分かんないっていうね、まあ昔からそうだからとかね、一塁は空いてなかった敬遠しないっていうね固定概念かっていうところはあるけども、なこう別にここで敬遠でいいんじゃないのっていうのが里崎に意見ですけども、まあね皆さんもねいろんな意見あると思いますけども、ここでね敬遠しなかったことによって1点っていうところでね、この序盤のこの点数が後々響いたかなっていうところで、まあ7回表にね阪神も中野がねセンターへのタイムリーヒットを打ってね、おここでいけちゃうねっていうところでね、その後ノーアウト1、2塁で大山三振で糸井ねもう三振してね、ここでマルテからのねこうランナー出しても点入らないとかね、流れ1点しか取れなかったね、ちょっと流れ悪かったなっていうところでね、でまあ8回にもいい感じのダメ押しをねヤクルトが押す中のねタイムリーツーベース打って、おっとこれはもう流れ的に4対1はい終わったねってマクガフ出てきた時に、そっからね、近本フォアボールで中野サードゴロで糸原フォアボール、このフォアボールがダメだよね、あのマクガフダメだよね、最近なんかマクガフがバタバタしてるっていうようなね感じがするね、でそこでマルテがね左中間にスリーランホームラン同点、この引き分けはねタイガースにとったら大きいね、で結果4対4の引き分けね、攻撃力あるだけであの1点なければって俺は勝手に思ってるっていうね、まあ試合展開だったかなっていうね、で9月15日ね1対0でヤクルトの勝ち、この日ヤクルト先発大川7回3分の2 111球6安打7三振5四球無失点と、まあ左足にねしっかり踏み込んで投げた後右足をあの振り上げるあの躍動感、非常にピッチングにストレートも力乗ってグッと躍動感あって、もう前回までの小川と全然違うね、力のこもった下半身使ったね非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で阪神先発伊藤ね6回86球5安打1三振、1四球1失点と、まあ、コースにしっかりね丁寧に投げたかなっていうね、まあこれ1点じゃね、まあそれ仕方ない、もうねここは本当にグッピッチね、まあ、勝てなかったのは仕方ないね、でまあヤクルトはね隅一守るっていうところでしたけどもね、阪神はこの試合ねチャンス作るもね点取れてないんだよね、だから初回1回2回3回4回ノーアウトランナー脱も無得点、もうこれに尽きる、ここでね点取りきれなかったのに尽きる、もうねあの初回もいきなりね近本がライトでツーベース打って、中野ねこれ追い込まれたら進塁打打したかったよね、こう進塁打打てず糸原もアウトになってマルテが三振で、2回表も大山がねレフトでツーベース打って、その後サンズロハス梅野とね、まあ梅野を敬遠されてんで伊藤三振というね、いうところになったし、で3回近本ね内野安打で、中野の時ねあの三振で盗塁ゲッツーでね三振ゲッツーで、で4回、先頭マルテセンター前ヒットで大山ダブルプレーとね、この1回から4回までねツーベースも含めて初回あの先頭全部出すのにここで無得点、これが痛かったね、ここでもし1点でも取ったらねパーンっていけたかも分かんないけども、こういったところがねちょっとあれだったかなというね、でまあねあのヤクルトはね小川清水マクガフ、今回はマクガフ大丈夫っていうところでねしっかりリリーフも守りきって、まあ、隅位置を守ったね、非常にヤクルトとしてはいい試合展開、阪神としてはねこれ1本打ってたらっていうところでねこの1回から4回まで得点取りたかったなっていうところあります。あと中日対、ヤクルト戦の9回ランダムプレーの解説、あれは最後終わったらしますんで、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。はい、続いてパリーグ、西武対日本、14日3対1で西武、15日3対3の引き分け、そして16日3対1で日本ハム、
1勝1敗1分けの5分っていう形になりましたね。で14日3対1で西武っていうところで、西武ね、高橋光也、6回99球3安打7三振2四球1失点と、まあ3回表ね、自身のミスもあったけど、まあこの1失点で抑えたっていうところは、まあ見事だったかなと。ここでね、追加点取られたらバタバタいってたかなと。で2回ね、6番栗山センライト前で山川三振して、スパンチェンパークデッドボール、川越ファーストファールフライで、ここでね1番源田ライト前で、ツーアウト満塁になってから岸センター前2点タイムリーっていうところでね、こうやって下位からねチャンスを作って上位に回して得点するっていうのは非常にいい流れね。で3回でも森がセンター前で、中村レフトツーベースで、外崎フォアボールで、栗山がねセンター前タイムリーヒットで、ピッチャーここでね上原に代わって山川三振、スパンジェンマーグ 1-2-3 ダブルプレーっていうところで上原グッセーバー、ここでねポンって追加点いきたかった。この3人で満塁にして、栗山のセンター前で満塁、ここからねもう 1-2 点いこうっていうところでね、三振でダブルプレーっていうところはねちょっときつかったかなっていうね。まあでもここはね、あの2番上原非常に素晴らしいピッチング、だったかなと。で、日本ハムはね、3回表ね、ノーアウト2塁から、野村のセンターフライ、ここをね、2塁ランナー西川がね、タッチアップ して、まあ、アウトなんだけども、まあ、ちょっと浅くないかっていう、ちょっと、まあ、それてね、まあ、スライディングってね、なったけども、ちょっと浅くないかなっていうね、まあ、構想と暴走は紙一重だからね、なんとも言えないけど、俺の見解、ちょっと浅すぎないかっていうね。で、あと、まあ、走塁っていうところでね、まあ、9回表ね、野村。ピッチャー内野安打、平がね座りながらファースト投げて悪送球で、二塁へ向かうもファーストね、ウーネンティンがナイス送球でアウト。いや2点差だからね、そこ無理するかな、あそこフィールドウィングシートあって、まあまあ高速と防災紙一重だからね、でも2点差だからね、そこはストップかっていうね、ところに思いましたね。でね、西武はね4回以降ノーアウトのランナー出すも追加点ね、こう取れなかったっていうところがねちょっと痛かったかなと。まあ6回裏ね、ワンアウト3塁で源田の三振ね、3塁ランナー山田ギャンブルスタート戻れずっていうことで、バーッと今日初めてのバーッと、いやギャンブルスタートだから仕方ないじゃないのよ、テレビも見てたけど、あのギャンブルスタートっていうのは当たったらライナーでも走ってライナーゲッツーは仕方ないよねっていう、当たらないのにスタートはギャンブルスタートじゃない、それエンドラン、当たってからよ戻れずアウトね。で7回裏基地のね、レフトツーベースでね、牽制アウトバーッと楽勝でアウトよ。こういうところでね、まあよく勝ったなっていう、こういう走塁ミスもあってね、まあお互いね走塁、まあ、ミスっていうね、まあ日本ハムはミスっていうより西武のね守備っていうとこが非常に良かったかなって思うけども、この西武の2つはねバーッとバシバシバッとよね。えさあ続いてね、15日3対3の引き分けっていうところでね、2番も伊藤5回104球7安打3三振3四球2失点と、まあ球数がちょっと多いのがねもったいない、だから5回降板、1回平均20球だからね、21球約ね、これもうちょっとね良かっただけにねちょっともったいないね。で西武本田3回58球3安打2三振3四球3失点、ボール高い制球甘いね。でワンボールの初回ね、そのチェンジアップ高め打ったところをライトでツーランホームラン。で3回表ワンアウト2塁からね、ストレート真ん中入ったところをね、ライト前タイムリー。まあワンボールをね、1人にやられたかなっていうね。で西武はね、なんとか追いつくも、もう1本で打つ。だからこう、昨日もね、一緒。ここ高橋コーナーがね、1点で抑えたから帰ったけど、こう勝負どころでこのパーンっていうね、1本が出ないっていうね、その前のスパンジェンバーグのホームランはどこに置いてきたっていうね。ぐらいの感じがしましたけどもね。でね、今日の試合ね、3対1で日本ハムの勝ちっていうところで、もうこの試合はね、今日ですね、ちょっと大阪の方に日帰りでですね、スカイエーさんのドラフト企画とですね、ヒロドさんとかがね、出てる、川上健志さんと掛布さんの竹山さんと、あの番組に行ってましてですね、新幹線の中でできる限りね、見て帰ってきたんですけども、明日もまた朝早くてですね、川上健一さんの番組でねまた出るっていうところで、ちょっとね忙しくてかなり端折ってみたんで、ちょっと、ね、詳しくは見れてないんですけども、その中でやっぱね感じたのが、ピッチャー噂変化球が低めに切れてグッとね、ストレートも低めに決まって非常に素晴らしい、ピッチングだったかなと。で、ね、8回投げてね131球5安打8三振1球1失点のね非常に素晴らしい、ピッチングだったかなと。で西武のね松本も6回3分の2ね104球7安打10三振無四球ね、非常に良かった。このね無四球って前回ねまたフォアボールでちょっとバタバタって崩れましたけど、そういったところでね、このロドリゲスのねホームランね、で、清水のねタイムリーツーベースで、
ワンボールをね、犠牲フライとね、効率よくね、日本ハムはね、得点したかなと。西武はね、この6回に、源田のタイムリースリーベースのみっていうところでね、まあ5安打。まあこれは噂のね、ピッチだったかなと。ね、結果、1勝1敗、1分けでした。続いて、楽天対オリックス。14日、4対1で楽天。15日、7対0で楽天。そして、16日、3対1でオリックス。2勝1敗で楽天の勝ち越しっていうところになりましたけども、14日ね、4対1で楽天。楽天ね、早川、7回3分の2、100球、5安打6三振、無四球、1デッドボール、1失点と。対左ね、まあ課題というところで、胸にね、4打数3安打1打点、打たれたけども、ね、2ストライク後にインコース使ったりとか、結構投球の幅に工夫見えたかなっていうところでね、あとは無四球っていうところで、グッピッチ、修正してきたかなと。その前とかはね、やっぱフォアボール出してからのポッポンっていうところがあったんでね、そこはしっかり修正してきたかなっていうね。で、打線の方でも初回ね、浅村がレフトへホームラン。で、ボギーがね、8回、ライトへホームランというところで、まあ一発構成。まあ5回ね、2アウト2塁からね、山崎センター前、ポテンヒットでね。で、まあ宮城のね、このストレートがね、真ん中に入るっていうね、ちょっとショート勝負どころでね、コントロールミスしちゃったかなと。で、その後ね、鈴木大地、ライト前ヒット。ね、で、浅村フォアボール。で、芝内フォアボール押し出し。これが痛いね。だこの鈴木、山崎のね、センター前ポテンヒットで、まあ1失点っていうところで、これ真ん中入って、で、その後ね、浅村島内にね、連続フォアボールで押し出し。ちょっとこれ痛かったね。で、オリックスはね、もう打線、沈黙っていうね、もう吉田正尚の穴ってね、ずっと言われちゃうっていうね。で、まあ宮城はね、非常に、まあ頑張ったけどもね、まあなかなかね、苦しい展開にね、ちょっと打線の援護なしっていうところではね、苦しい展開になったかなと、思います。で、ちなみにね、宮城がね、パリーグ相手、ね、初黒星っていうところでね、まあそういう時もあるよっていうね、ちょっと打線がね、ちょっと援護しきれなかったっていうところですかね。で、15日、7対0でね、楽天っていうところで、まあ楽天ね、滝中、7回95球、4安打5三振、1球1デッドボール無失点と、この日はね、テレ東スポーツさんで、竹崎アナと。でね、増田岡田の岡田さんと佐々木でですね、副音声解説っていうと、これめちゃくちゃ面白かったんで、まだ見てない方は、テレ東スポーツさんの YouTube のところにあるんで、これ本当にね、普通に関係なく、ラジオとして聞いても面白いと思うんで、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい。で、これ滝中がね、テレ東リサーチによると、日本珍名っていうところで30人しかね、日本にいないっていうね、珍しい名前。ね、で今日のところ滝中ね、腕もしっかり振れて両コースのストレートが非常にいくピッチね。で、進化低めに決めれて非常にいい形でね、ピッチングできたかなと。で、初回ね、対 T 岡田にね、ツーボールワンストライクから外のストレート行って見逃し、でインコースストレートで見逃し三振で、4回で、ね、まあ同じ T 岡田ね、外の進化で、うちのストレートで、外のストレート、これね、腰引きながらね、ちょっと引っ張り気味にね、振るんだけども、でその後ね、外のカーブでね、三振っていうところで、まあこの隅谷のリードもね、非常に光ったかなとね。1打席目はね、 T 岡田変化球意識っていうところでストレートをうまく使って、で2打席目はね、さっきのストレートでね、見逃し三振されてるから、もうストレート引っ張りに行くぞっていうところね、巧みに変化球アウトコースっていうところをうまく使ってね、これ打ち取る、このね、この特にね、印象的だったのがこのね、 T 岡田の 1,2 打席目なんですけども、非常にバッテリーともね、呼吸あっていいピッチングだったかなと。で、オリックスはね、山崎4回3分の2 79球6安打3三振、2四球1デッドボール5失点とね、腕も振れてストレート角度あって非常に良かったのよ、立ち上がり。でもね、5回60球ぐらい過ぎてから若干肩の開きが早くなって、手を押し出す感じになって、抜け気味になったところで、これ疲れたかなっていうね、そこ力半減して通打されるんだけども、これもね、そのテレトスポーツさんの中でね、打たれる前に言ってんのよ、佐々木が。なんか結果論じゃないのよ、それね、よく見てほしいなっていうところね。楽天はね、5回裏カスティーヨフォアボール、これが痛かった。でも4回もフォアボール出してダブルプレー取ってるからね、まあそれもあったけども、このね、フォアボールで、辰巳がバンドで、隅谷センターフライ、あ、これ押し切れるかなって言ったら、山崎がね、右中間にタイムリースリーベースで、鈴木大地デッドボールね。で、浅村ライトヒット、ね、1打点っていうところで、このセカンド足立ね、ちょっと二遊間寄りに寄ってたかなと。ちょっとこれね、守備位置、打球はほんとセカンドゴロ、守備位置の問題でライトに抜けちゃったと。で、島内のね、ライトタイムリーね、ツーベース、これファーストもよ、足元、足が長いから膝曲げれなかったかな、足元、普通のファーストゴロ、もうすぐ足の横だもん、動いてもなく足の横ね。で、タイムリー。で、岡島がセンターでね、2点タイムリーっていうところでね、この時のね、二塁ランナー島内ホームへね、スライディング、こう、キャッチャーを避けながらね、スライディング、非常にグッ、スライディング。ね。まあ、ここで一気に行かれてね、オリックスはね、沈黙。ね。打線、深刻っていうね、
ところで、竹中のね、ナイスピッチング集中だっていうところで、まあ楽天がね、いい勝ち方したからと。で今日は、3対2で、3対1でオリックスっていうところで、田島ね、前回同様、非常に素晴らしいピッチング。軸もずれないし、腕も触れてるし、バタつかないしね。8回108球4安打、6三振、1失球、1失点。だからこれフォアボールもね、少なくなる。で9回平野がね、セーブ。前回のね、ロッテ戦はしっかり8回まで抑えたけど、平野が荻野にホームラン打たれてね、勝ちつかなかったけども、今回はね、勝ちがついて、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。でね、楽天の則本もね、6回107球、5安打5三振、3四球、1失点でね、非常に粘りのピッチングできたけども、8回に安楽がね、胸にライト前ヒット。で、小林、バンとして杉本に、ど真ん中入ったところをね、ホームラン。杉本、グッと。でもやっぱりね、オリックスもなかなかまだ打線が繋がっていかないっていうところでね、まだまだ苦しい。だからこのね、田島のね、素晴らしいピッチングで勝ち切れたけども、もうちょっと打線ね、カムバック吉田っていうところあるけど、ちょっと吉田の足が重傷っぽいっていうね、情報も入ってくるんで、なかなか厳しい戦いだけど、ここ踏ん張りどころだね、オリックスはね。最後ね、勝って3連敗。そして、今日オリックスがね、負けてロッテが勝ったら、マジックがね、出るっていうところで、しかもマジックが26出るっていうね、この26がね、非常に、っていうね、運命的な数字だったかなと。まあ、結果ね、オリックスが勝ち切って、マジックが出ないっていうところになりましたけども、結果はね、2勝1敗で楽天の勝ち越しでした。さあ、続いて、ソフトバンク対ロッテ。14日3対1でロッテ。15日5対4でロッテ。そして、16日1対1の引き分け。ロッテの2勝1分けで勝ち越し。もうこの時期が来たら、引き分けも勝ちと同じ意味っていうね、ぐらい、もう完璧っていうね、試合展開。もう優勝しちゃうよっていうね、マジック26、すごいね、ファンの番号、良かったのにね、っていうね、強いねっていうね、感じで見てましたね。14日、ね、ロッテ、ロベロ、6回95球、5安打5三振、2四球、1失点と、チェンジアップがね、チェンジアップじゃない、スライダーがね、グッと、非常に腕も振れてね、だから、パッと見てたらチェンジアップみたいにね、見えるぐらいの緩急がね、ついてるっていうところで、非常にね、いいピッチングできたかなと。ソフトバンクもね、千賀、8回134球、6安打14奪三振、2四球、3失点と、もうよく投げたけどね、まあ、8回レアードを打たれて散るっていうところだけど、よく投げたけどね、まあ、ここでリリーフがね、なかなか信用度がなかなか低いっていうところでね、もう最後まで千賀頼むわっていうところでね、素晴らしいピッチングだったけどもね、ロッテが上回ったっていうね。で、ロッテはね、まあ、4回表に、2アウト3塁から角中のね、レフト同点タイムリー。これが非常に大きかったね、この角中、グッと。このね、1点っていうのが非常に大きかった。で、8回ね、2アウト満塁からレアードがね、セカンド内野安打。2点ね。まあ、メモリもよく取ったけどね、セカンドランナーよくホーム帰ってきたね。これでね、この2、でもロッテもね、この2回くらいしかチャンスなかったのよ。このね、チャンスを生かすっていうね。まあ、ソフトバンクは攻撃ね、正直目に見えるような決定的チャンスでほぼなかった。ね。ロメロに完璧に抑えられてね、中継ぎ陣リリーフにしっかり抑えきれたかなと。ね。で、15日、4対5でね、ロッテっていうところで、もうソフトバンクね、自滅です。ね。ミス、ね。フォアボール、ね、四死球。でね、失点へつなげるっていう、もう自滅ね。初回シュワトはね、牽制悪送球からの1失点で、3回ねワールドピッチフォアボールで2失点で、6回にはフォアボールが絡んで1失点で、ピッチャーバンドはね真ん中ばっかり投げるしね、もうちょっと疲れてきたんちゃうかっていうね。で、7回カイドがね貝またぎでいって、中村デッドボールでワールドピッチしてレアードのショートゴロで、角中にねレフトへ、タイムリー、ツーベースっていうところで、もうこのねミスとフォアボールからね、もう全部失点っていうね、もうほぼ自滅ですね。で、ロッテはね、リリーフ完璧っていうところで、鈴木ハーマン、栗吉、佐々木千早松だと、完璧なリリーフでね、勝ち切る。ちょっとミマがね、バタついて、おーっと、デスパイのホームラン、柳田ホームランって言っちゃうよ、勝っちゃうよっていうところで、いい感じのね、このミスからの自滅でね、逆転っていうね。で、ソフトバンクはね、4回裏、ワンアウト一三塁で、今宮が盗塁してからの、牧原メモリ、ここがね、得点できなかった。ここがキーポイントだね。この4回の裏にソフトバンクがもっと点取ってたら、正直ねロッテの逆転はなかったね。このね4回の裏、ここがねキーポイントだったかなと、思います。そして、今日の試合16日ね、1対1の引き分けっていうところで、まあ、マルチネスね、二木ともによく頑張ったっていうところはありますけども、初回ね、柳田のタイムリーツーベースで、1点、取るけども、その後ね、ワンアウト2位から栗原デスパイネがね、得点しきれないっていうところもありますし、まあそこからね、この1対0でね、頑張ってマルティネスがね、行ったけども、まあ7回ね、2アウト1、3塁から代打安田にね、タイムリーヒットを打たれるっていうデッキがあって、その前のね、藤岡アウトに取ったり、まあなんとかね、踏ん張ってきて、ね、エチバリアの時のね、センター、牧原のね、ファインプレーね、マッチのサードのね、当たりのね、サードライナー、ファインプレー、なんとか踏ん張ってきたけども、安田にチェンジアップ拾われてね、同点っていうね。で、あとね、ソフトバンクはね、もうこのね、7回裏からね、プローンって弾いて、
ね、回も頑張ってヘッドスライディングしたけど、あの田村のねふわっと回旋球、あれ素晴らしい、グッド。で浜もちゃんと入ってね、タッチアウト、頭にタッチしてたね。8回裏もワンアウト満塁から今宮のライトフライね、上林出てきて帰ってタッチアウトっていうね、あれよく分かんなかったね、あのリクエストではね。でもよ、止まるんだったら見とこうよ。最初見ないで走っていきなりバックしたらそりゃ無理よ。最初見ながら行って止まらなきゃで、ね、あれはもうね走塁ミスパッと。で9回ね、せっかく、マッチがねフォアボール出たのに回バント失敗バーンとね。でその後ね、なんとか盗塁してね、セカンドまで行って川島慶三のねレフト前ヒットで、そこでね、回ってきたけども、ダイソーのね、川本回ってきたけども、荻野のねホームナイスローでねアウトっていうところでね、さあ次のバッター柳田なのに回るのっていうね意見もあるかもわかんないけども、まあ俺は回してもよかったかなっていうね、感じがします。でも柳田っていうところもあるんでね、そこどうかっていうところだけども、まあ、ちょっとでもそれとはセーフだったんでね、まあ2アウトで同点だしね、俺あれは回してもね良かったかなと思いますけどね、皆さんどう思いますかっていうね。だからまあこのね、あの16日の試合の1対0っていうところもね、ソフトバンクがね勝ちきれるチャンスね結構たくさんあったけども、あの結局そのチャンス得点圏を置いて1本出ないね、やっぱこのでバント遅れないとか走塁ミスとかバタつくね、まあ自滅、昨日みたいに自滅とまで言えないけどミス多いね。でロッテ逆にね、何やってもうまくいくっていうね、そう勝つときこんなの、何やってもうまくミスしてんのに何やってもアウトみたいなね、うまくいってね、もう相手がファインプレーしておいって言ったとらね、ゴビロロンってやったらねポロポロって落ちちゃうとかね、もう何やってもうまくいく、こういう時はね優勝しちゃうっていうねパターンもありますけども、まあ今後どうなるのかっていうね、結果2勝1分けでロッテの勝ち越しでした。さあ最後にですね、まあ、あの月曜日に行われたね、中日対ヤクルト1対0で中日の勝利っていうところでね、あの9回のねあのランダムプレーのね解説っていうところをねしていきたいと思いますけども、ワンアウトね一塁で、川端がセカンドゴロ打ってね、でまあ挟殺プレーになりながらなったっていうところで、まあ皆さんもねもうあの映像を見ていろいろ分かってると思いますけども、あれでね一番、まあその後ね、あの審判団から NBB から公式な見解で出て、まあセカンド塁審がねそのファーストのセーフっていうのを見落としてたっていうことが原因っていうところでね、言ってましたけど、まあヤクルトサイドはね納得いかないでしょう。だからあの状況で一番悪いのはもう、ね、セカンドの塁審なんだよ。だからセカンド、あの時の見解としては、僕の見解はセカンドの塁審がファーストがセーフっていうのをね見てなかったんだよね。だからそこでアウトと思い込んで、このランダムプレーだから強打がセカンドねベース踏んだ、あの踏んだのもね映像では必ず塁審はね見てたけど、ファーストがアウトだからそんなの踏んでもセーフだよっていうところで結局アウトセーフを言えなかった。でランダムプレーが続いたらヤクルトの三塁ランナーね、そら帰らないと、これアウトになったらゲームセットだから、そらホーム帰るね。でホームでアウトになって、でリクエストが行われてセカンド踏んでますよアウトって言ってゲームセットになったんで、あれの一番悪いのはもうセカンド塁審、これはもう間違いない、ね、セカンド塁審のミスでね、あの大きいことがあった。あそこでセカンド踏んだ、強打が踏んだ時点でアウトって言っとけばサードランナーも飛び出ることなかったし、ツーアウト三塁で最後の勝負にかけれるっていうところだったんで、一番悪いのはセカンドの塁審。次に悪いのがサードのランナーコーチね。サードのランナーコーチっていうのは、あそこでファーストがアウトかセーフかを確認しとけばね、同じようにセーフだった場合はセカンドのフォースアウトが分かるから三塁ランナーに止まれと、行くなと、ファーストはセーフやと、お前行くなって言えるのに、サードのランナーコーチもファーストがセーフやと、見てなかった、もしくはアウトやと思い込んでたことによって走らせたわけだから、次に悪いのがサードのコーチャーで、次に悪いのがファーストのコーチャー。ファーストのコーチャーは 100% セーフっていうのを見てるはず。見てるんであれば、もっとでかい声とかを出して、今お客さんいないから通るはず、ね、ファーストセーフやーと、ファーストセーフっていう風にね言って、サードランナーを返すようにしてもよかった、ね、でその次に悪いのがベンチ、三塁側ベンチっていうことは三塁に近い、ファーストがセーフっていうことを見てたら三塁に出るなと、走るなと言わなきゃいけない、ね、そこのミスもある。だから里崎の見解としては、一番悪いのはもちろんセカンドの塁審、これが一番悪い、もちろん。で次に悪いのが三塁ベースコーチ、次に悪いのがファーストベースコーチ、で次に悪いのがベンチ、ね、この順番でやっぱこれは防がなきゃいけない。でもまあこういうプレーってね、もう多分一生に一回もないよ。
のような気がする。まああるかもしれないけど、そのセカンドの塁審が見逃すってことが多分一緒に一回もない。もう本当ね、それぐらい珍しいプレーだったかなと思いますけどもね。まああのね、説明聞いてもヤクルトベンチ側からしたらね、この大事な一戦でね、この勝ち負けっていうところはね、やっぱ優勝争いもしてるんで大きな一勝になりますけども、納得できないところはありますけど、でもね、その周りもね、ヤクルトの周りももうちょっとこの判断で見とかなきゃいけないことを見とかなければいけなかったなっていうことも考えるし、まあサードランナーはね、もうそれはサードランナーがね、ファーストコーチは見えてない、絶対に。だからあんなったら走っちゃうっていうところでね、まあサードランナーの日は一番ないのかなっていう、ところになりますね。まあというところがね、佐々木の見解ですけども、皆さんどう思いましたかっていうところでね、今回これで終わりですね。金曜日はね、パリーグがないんだよね、巨人ヤクルト、だからここも大事。高橋、そして奥がいいからね。で、秋山、大野、阪神、中日。大野もね、調子良くなってきてて、中日がね、こう最近調子いいから阪神も侮れない。でも阪神ね、秋山前回ね、いい飛ばしたんで。で、広島、大瀬良、DeNA、宮國。宮國も前回、菅野とね、対決で、非常にいいピッチ。大瀬良はね、若干ちょっと調子が上がってこないっていうところでね、まあ、どういう試合がね、このセ・リーグ3連戦、まだまだ優勝分からない。パ・リーグもまだまだ優勝分からない。でも、ロッテがあるんじゃないのかって、心の底では思ってます。ね、セ・リーグもまだまだ分からない。皆さんもね、プロ野球、最後までね、完走しましょう。総チェックを見て、皆さん、プロ野球を楽しんでください。ということでね、週末の金土日3連戦も、プロ野球を要チェック。